はい、どうも皆さんこんにちは、ナタです。というわけで今回はですね、新三国無双8に最新のアップデートが登場しました。なので、ちょっと一通り見ていきたいと思います。まずは新しいエモート機能の追加ですね。エモートの種類がね、新しく10種類追加されました。で、この新しいエモートは古戦収集家の方で、古戦と引き換えに獲得することができます。このエモート機能っていうのは前々回のアップデートの時に初めて追加された機能で、前回のアップデートでも追加されて、で今回のアップデートでも新しく10種類増えました。エモートは納刀状態にして武器を、そして R1 ボタンを押すことでこのように4種類表示されます。でそれぞれのボタンでエモートを使うことができます。でこのエモートの4種類も変更することが可能で、オプション画面からエモート変更を押して、このように4種類出てくるんですが、押して別のエモートに変えてみる。こうすることでエモートの変更ができる。そして新たなる特別な強敵が追加されています。前回この強敵としてエンコが追加されたんやけど、これに加えて今回軍狼と軍狼会、そしてエンコ会、この3種類の強敵が追加されています。それで追加された強敵、新しいね強敵は、まず最初に前回追加されたこのエンコを、改めてねエンコを倒した後、その証を鍛冶屋に持っていくことで場所を教えてもらうことができます。なのでとりあえずエンコを倒さないといけへん。そして装飾品を改造できる錬成システムの追加がありました。既存のね装飾品に新たな効果を付与することができる。でこの錬成も鍛冶屋から行うことができます。錬成するには錬成素材っていうのが必要で、この錬成素材は強敵、さっき言った強敵ですね、円弧、軍狼、円弧海、軍狼海、この4種類から入手することができます。そして地域間移動スポットの追加ということで、地域間移動がね、このスポット、この地点がすごい細かく増えてるんですよね。まあこの新三国無双8オープンワールドでちょっと移動が結構ネックな部分はあったんやけど、まあ、それがねより細かくねこうやって移動スポットが増えて移動しやすくなりました。そして新三国無双シリーズの過去作から、BGM が4曲追加されています。今回はですね新三国無双6から人気曲4曲が、新しく追加されています。聞いたことあるっていう人もおるかもしれへんけど、4曲追加されています。ぜひ聞いてみてください。その他にもね、もうこれまでねアップデートを重ねて、修正は結構いろいろ入ってるんですけど、まあ細かくねまだあんのかなって思ったぐらいやねんけど、まあ細かい修正、不具合のね修正が入ったりという感じで、今回の動画はですね非常に簡易的な動画になりましたが、新三国無双8に最新のアップデートが来たということを、お知らせしました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらですねチャンネル登録、高評価、コメントの方をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら。